なめこちゃん、おはよう。皆様おはようございます。今朝はもう餌やりと甲羅磨きが終わって、今日の話題について少し。かめこちゃんは草亀で、甲羅の色はこのように黒っぽくて白っぽい筋が入ってるんですけど、これは背中側でお腹側の腹横の色とデザインはというと、カメコちゃんちょっとごめんね、このような色をしています。だいたいクサガメは背中側の甲羅の色と腹横の色が似てるんですけど、カメコちゃんはメスだと思うんですけど、オスの個体はもっと腹横が真っ黒な色をしている個体を写真で見たことがあります。他の種類のミズガメ、ニホンイシガメやミシシッピアカミミガメも腹横の色がデザインが違います。カメによっていろんなデザインの腹横があって興味深いです。概要欄に少し書きたいと思います。今朝のトピックは、亀の復興についてでした。皆様、良い一日をお過ごしください。